こういう風にかけると。ブラックペッパー。これパンチをつけていきます。明け方4時半まで飲み太郎です。ということで今回ですね、虚無な、僕でもできるですね、虚無ホットドッグでございます。ちょっと酔いちょまる飲んでいい？飲んでも食べても酔いちょまる。はい、ということでですね、ホットドッグっていうとね、コッペパンとか使ってね、でかいソーセージをね、挟んで焼くってやったんですけども、今回はですね、コッペパンあんまりね、わざわざ買うもんじゃないじゃないですか。なんでですね、私ね、こちらのね、食パンで、ホットドッグを作るっていうのをね、ちょっとやりたいと思います。食パンで作るホットドッグマジうまいのよ。虚無なんですっごい簡単なんですけども、朝食にええのよこれ。はい、ということで今回は私、ちゃんとですねやらせていただきたいと思います。本当にすいません。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。まず食パン、あとバター、キャベツ、これはもう虚無なんで千切りも買ってきました。今スーパーにも売ってるんでね。あとソーセージ、僕は燻製屋をいつも使ってるんですけども、これをやります。ということで、リュウジのバズレシピ始まるよ。まずね、トーストするんです。まず焼く、これ重要でございます。まず焼かせていただきたい。で、焼いてる間に、焼いてるときは何もすることないじゃん、虚無だから。これあった、まあ、バターも塗りやすいよ、ちょっとレンチンしておくんですね。大体2、30秒レンチンすると柔らかくなって、パンに塗りやすくなりますんでね。やべ、めっちゃ溶けちゃった。まあいいや。バターはね、うまみにもなりますし、後がけしたケチャップとかマスタードとかがパンに染みないっていうコーティングの役割もありますんで、ぜひ塗ってください。ということで、ちょっと質問来てますかね、質問ね。はい、ということで今回質問来てました。ラー油を食べるラー油で代用でも大丈夫ですかって来てますね。結論、ダメです。なんでかって言ったら、食べるラー油っていうのはラー油じゃないんです。あれはですね、具材入りのラー油なんですね。で、やる場合は食べるラー油の具材は入れないでください。あれってめちゃくちゃしょっぱくて、そのままでもご飯いけるぐらい味がついてるじゃないですか。だから上澄みの部分だけ取って、かけるっていうんだったら代用は可能です。はい、なんだけど、それをどんどん代用していくと、多分食べるラー油のラー油だけがなくなるっていう現象になってくると思うんで、よくね、この代用ないですかないですかないですかって質問めっちゃ来るんですよ。極論言っていいですか、代用を聞く人は代用をしちゃダメです。代用するっていうのは味が変わるんですよ。変わること自体を、料理がめっちゃできる人って代用するとこの風味が足んないから他の調味料で補填しようとかっていう発想が出てくる人だったら、そもそも聞くこととかないんですね。代用を聞くぐらい、料理スキルがない方は言うこと聞いてください。もちろんね、代用できるものに関しては動画で言ってます。僕これ本当に申し訳ないです、わかります、気持ち。ただ代用すると別の味になって別のレシピになるんですよ。だから代用しないってください。代用するんだったら全て自分の責任の中でやっていただきたいなっていうふうに思うんで、皆さん代用はできません。レシピ通りに作ってください。だって皆さん、今日のホットドッグ作るってなったら、パンは買いますよね、ソーセージも買いますよね、キャベツも買いに行くじゃないですか。でもなんで調味料だけ代用しようとするんですか。そん時に調味料買ってきたらいいじゃないですかって僕思うんですよ。で、どうしても買いたくない人っていうのは代用してもいいんですけども、それは自分で考えてください。あれ、そうなんですけども、僕の本音です。はい、パンが焼けました。もうこんな感じでパリッパリでございます。結構強めに焼けますよね、好みだと思うんですけど。私もそう思ってた。
あ、そうなの？俺ね、ぶっちゃけ言うと食パンって実家で出てきてないのよ。だから焼き方もわからんで全く意図してなかった。これでも本当人によると思うんですね。人によると思うけど、まあこれただまあこれ、これ好みでいいよ。あ、そうなんだ。これちょっとバター塗るね。あー、俺全然考えたこともなかった。これがこれぐらい焼くんだろうなみたいな感じが。え、結構マッチロック食べる人がいるの？なんかもうちょっと茶色ければいい。そうなんだ。俺結構焦げ目つけちゃうタイプだけどな。まあここに関してはもうどっちでもいいんだけど。でキャベツで乗っけますね、これね。だいたいこれぐらい、こもっと。もちろんね、普通にカットしたものでも構いません。普通に切ったやつでも構いません。はい、これもね、好みよね、うん、あとね、ソーセージは、レンチンします。なんか、適当に皿に置いて、でこれね、だいたいね、何分ぐらいだ、じゃあ30秒ぐらいやりますか。で、レンチンします。あったかい方がパリッとして美味しいんだよね。で、ここに味付けをします。キャベツに、味付けするのが、俺流、塩コショウカラッと、でここ結構大事です。ガーリックプードルです。パラーっとかけて、でこれで香りが出ます。はい、ちょっとクミン使いたかったんだけど、クミンがないから、今クミン砕いてます。クミンシードだけあったんですよ。クミンパウダーを使ってください。 あるとしたらね、虚無なんだけどこのクミンを使うことによって店の味になるんだよね。で、大体まあ一つまみぐらいの、クミンをパラパラっとかけると非常に香りが良くなります。これ今砕きたてなんだけどね、全然虚無じゃねえかって思うと思うんだけど、ごめん、マジでなかった。で、なければカレー粉で大丈夫。カレー粉の、カレーの香りの主成分っていうのはクミンだから。で、あったかくなった あちあちだね、あちあちなソーセージを、こうやってのせます。はい、あちあちソーセージのせます。はい、こんな感じでね。はい、そしてホットドッグに一番合うケチャップ知ってますか？完全にハインズです。これなんでかって言ったら、ハインズってさ、大体さ、ポテトフライとかについてるじゃん。なんでついてるかって言ったら、そのままつけて一番うめえケチャップだから、大体みんなポテトフライにはハインズ使うのよ。もちろんカゴメも美味しいよ。ただカゴメってね、料理に使う前提だから、あんまりパンチ効かせてないんだよね、実はね。直接振りかけてケチャップの味を楽しむ、ものに関してはハインツがうまいっす。で、こう、まあ、これも好みだけど、僕はこれぐらいやんのが好きで、マスタードもイエローマスタード、安いマスタード、粒マスタードじゃないんだよね、を使ってください。これが粒マスタードとこのイエローマスタードは あのね、全然味違うから。で、これはハンバーガーとか、このマスあのそうなんだ、これホットドッグ用に開発されたんだからやつなんで、すごくね、マイルドなんですよ。なんでこれをこういう風にかけると、うまそうだな、おい。はい、こんな感じです、ございます。はい、そして最後になんですけど、ブラックペッパー、これパンチをつけていきます。はい、これが料理研究が一瞬で作る、食パンで作る今日のホットドッグ完成。まあこんな感じでね、包むと完全にホットドッグでしょ。完全にホットドッグなんだ。じゃあいただきます。こんな味。うまっ。完璧にホットドッグ。ソーセージも焼いてないけどめっちゃジューシー。ガーリックパウダーとクミンがめっちゃいい。キャベツもっと多くてもいいな。キャベツのスパイス感がすげえ。うまっ。これはうまいわ。
ちょっと2つあるから食べてみますが、どうぞ。キョムホットドッグです。キョムホットドッグ、こういう感じで食ったことある？ないね。ないでしょ。ない、ね、意外とみんな知らないよこれ。やり方、おー、これ畳んで、おー、すげえ。でもいいね、美女がいいね。美女がいい、美女がいいですね。なんだ、普通のホットドッグより美人と思う。なんかそうね。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまいでしょ。めっちゃうまい。ちゃんとホットドッグやね。うん、味しっかりホットドッグだなこれ、うん、まあ、うん、ほぼほぼねケチャップと、うん、あれのおかげなんだけど、うん、あのマスタードのおかげなんだけど、なんかちょっとさ複雑な香りするでしょ。うん、なんだ、クミン、これがクミン、これがクミンとガーリックパウダー。うーん、これをこ、キャベツで味付けしてるんだよね、うん、あ、なるほど、キャベツに味が付いてる。そう、あの基本的になんかたまにさホットドッグって緑のソースかかってんじゃん。うんうんうん、あれあれなのよ、あのピクルスなんだけど、うん、まあ、ピクルスまで使っちゃうと虚無じゃねえなと思ったから、うん、調味料でなんとかした。そういう香りを出すっていう。これはあれだよね、カットキャベツもさ、うん、あれだから、うん、包丁とか一切使わない。一切使わない。うん、もう調味料だけだ。そう、うん、めっちゃ楽だこれ。だから朝食、忙しい日の朝食とか、うん、もうあのもうレンチンとパンは焼くだけでいいし、おーおー、トースターなければフライパンで焼いてもいいから。ああ、そこそこ、はい、これ覚えておくとね、朝食より楽。そうね、でもお手頃だけどしっかりなんか本格派の味がする。めっちゃ味いいでしょ、うん、これが香りの魔術なのよ、うん、あのね、うまみっていうのは結構あの調味料とかでなんとかなるんだけど、あの、ね、香りはどうにもならないっていうのがあって、でそれをあのだから香りを足すことによって、香りがね、あのね、結構ね、外食って香りが結構豊かなんだよね、うん、お店の料理って、うん、家で食うのと違うなっていうのは、じゃあ何が重要かっていうと香りなんだよね。なんでこれをね、うまく使うと本当にホットドッグ屋さんのホットドッグ作れるわけです。うん、マジで本格だ。めちゃめちゃ、うん、めっちゃうまい。あ、でしょ、ね、雑感ないでしょ今日もなんか。うん、全然雑な感じしない。マジで本格的な味がする。そう、なかったらガーリックパウダーとあのクミンは別にカレー粉とかで全然いいから。カレーとねケチャップとマスタードの相性がすごくいいのよ。うんうんうん。くまあ本当はクミンなんだけどね。クミンの相性がいいから、これね味付けしたキャベツがものすごいいい仕事するから、これはちょっとやってほしいですね。うん、うん、これもマジで。なんで皆さんもキョムホットドッグね、めちゃくちゃうまいんで、皆さんぜひやってみてください。